ルプリガンはフランスペイドラロアール地域圏、ロアールアトランティック圏のコミューン。ルプリガンは漁港とマリーナがあることで有名なコートダムールの海水浴リゾート地である。ルプリガンはバイコールシュルメールと共に県内で最も近年までブルトン語が話されていた土地である。ルプリガン村では19世紀までブルトン語が話されていた。ルプリガンという名は ブルトン語の AR ポルグワインから来ている。ルプリガンはロワールアトランティック県の大西洋岸にあり、ルクロワジック半島の東部分を占める。サンナゼールの西約1 5トルにある。ルプリガンの西側はバシュルメール、北はゲランドのゲランド塩水湿地帯である。東側は湿地帯を通じて大西洋とつながっている。1900年代のルプリガン港救命ボートの 出発。1900年代ルプリガンは、元はバッシュルメールに属する教区であり一部であった。1820年に独立した教区となり、1854年、港のあるルプリガンとペンシャ島の村が一つになってコミューンとなった。ペンシャ島の岬は、戦死時代において重要な地だった。そこでは4列に並んだ壁の跡が発見されている。 一つの仮説として、紀元前450年頃、この鳥では、コルビロ防衛システムの一部であったという。19世紀以前、ルプリガン港は漁業を基盤とした港で、ロアール川方面や、北ヨーロッパ方面に塩を輸送していた。漁夫の住宅が証明しているように、船首や塩の製造業者の住宅は、村の中心にあった。19世紀には、ジュラ出身の実業家、 ブノは兄弟の缶詰工場が1830年代にできた。しかし主な発展は19世紀半ばから非常にエリート主義の形で海辺の観光とつながっていた。さらには鉄道の到来で発展が続いた。1879年にはサンナゼールルクロワジック路線が開通した。1880年代ラ・ボールエスク・ブラック西側の海岸の細分化が 行われ、ジュール・ブノワによって設計された。ブノワ海岸という名が付けられたのはこの時代である。この海岸は、グランドプラージュ・デュプリガンとも呼ばれた。第二次世界大戦末期、サンナ・ゼール・ポケットが存在したため、ロワール河口の隣接地域は、ルプリガンを含め、ドイツによる占領が他よりも9ヶ月長く続いた。ドイツ本国の降伏後も3日間。 サンナゼールポケットの実行支配は続いた。参照元、1999年まで、イヘス、カシニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。